にちは、モノグラフの堀口です。時期的にはお正月なので明けましておめでとうですね。2022年もよろしくお願いします。今撮ってるのは2022年の1月4日なんですけども、今日の動画だけね、まだねちょっとね年末の忘れ物と言いますか、去年ねちょっと触れたかった内容ねお話ししていこうと思います。それはですね、年末にやった完全ワイヤレスイヤホンランキングっていうですね、僕が2021年に試したイヤホンの中で、ベスト5ですね決めるっていう動画出しました。で、まあ、本当にね今年、まあ、去年か、すごいねいい機種ばっかりで、まあ、いいランキングね作れたかなと思うんですけども、まあ、そこでね、これ触れてくださいっていうのが多かったのがね1個あったんですよ。それがノーブルファルコンの、ね、シリーズを出しているところが出した、フォーカスプロっていう、なんとこれ5.5万円する、最高級で多分完全ワイヤレス市場で一番高いんじゃないかっていう、イヤホンですね。これを、試してほしいっていう、ね、声が、ね、結構多かったんですよ。僕もねこれね注文してたんですけど、結構届くのが遅れちゃって、結局イヤホンさんっていうあのイヤホンの専門店に行って、まあ、そこで、ね、店頭で試聴してきました。でその上でね、今回の完全ワイヤレスイヤホンランキング出したんですけども、まあ、そこからですね、これ届いて、自宅の方に届きまして、で、まあ、そこからですね、まあ、4日間5日間ぐらい使ってみました。でその上で、まあ、しっかりねじっかり、吟味した上でね改めて、まあ、このねイヤホンがどんなね、ものなのか、まあ、そして、まあ、最後にですね、まあ、これね試した上で、じゃあ僕のね2021の完全ワイヤレスイヤホンランキング果たしてね順位変わるのかどうかっていう話ちょっとねしていこうと思います。まあ、結構値段するねイヤホンで、それこそこね、まあ、いろんな評判もね立ってるイヤホンだったりするので、まあ、気になってる方多いと思います。で、まあ、なかなか、ね、すぐ買うのはねちょっと勇気いると思うんですけども、僕のねレビューがちょっとでも参考になればなと思いますので、ぜひ見てみてください。それでは始めていきましょう。はい、じゃあまずね先にパッケージとね概要なんですけれども、こちらですねノーブルから出ているフォーカスプロっていう名前のね最新のワイヤレスイヤホンになっています。このノーブルっていうメーカーが、まあ、ずっとねノーブルファルコンプロっていう名前の、まあ、完全ワイヤレス製品を作っていて、それがね結構音質に定評があるシリーズだったんですね。で、ここのね特徴っていうのが、2つのバランスアーマチュアドライバーと、1つのですねダイナミックドライバー、これを組み合わせたトリプルハイブリッドドライバーっていうですね、まあ、国内だ と、アビオットとかね一部のメーカーだけが取り入れている、まあ、繊細な音もね出しつつ、バランスアーマチュアドライバーで非常にこう立ち上がりのいい、繊細のね音も出しつつ、ダイナミックドライバーでしっかりとねこう音の迫力も出しますっていう、この複合のねドライバーでこう音の表現をしますっていうのがね非常に得意なメーカーですね。でそこがあの今まで有線イヤホンとかで使われてたようなもの技術をそのままねもう完全ワイヤレスのイヤホンの中に詰め込んで、音質だけに特化をしましたっていうのがねこちらのモデルになってます。本当に他の部分は全部捨ててもう音だけ完全ワイヤレスイヤホンで追求しましたっていうのがねこちらになっていて、なので防水性能も高くないですし、ノイズキャンセリングとかもついてないです。まあ、それぐらいですね、まあ、他の部分を削ぎ落として作られたっていうのがこちらですね。チューニングに関しても音の魔術師ウィザードって呼ばれているジョン・モールトン博士が責任を持ってこれチューニングをしているので、まあ、非常にですねファンの多いメーカーになってますね。でそこが出した5万円超えのねイヤホンということで、まあ、かなりね期待もね高まってる方多いんじゃないかなと思います。僕は運よくこれ遅れて買えたんですけど、お店によってはねまだ結構こう入荷待ちのところも多いみたいで、まあ、この値段でねそれだけねこう買う人がいるっていうのがやっぱすごいなと、それだけねこう心掴んでるんだなって思わせてくれるメーカーですね。では実際に筐体の方を見ていこうと思います。こちらがねフォーカスプロのケースですね。結構ケース自体はね思ったよりコンパクトですね。まあ、こんな形で、まあ、ちょっとねお弁当箱っぽい感じなんですけれども、ここの前の部分をパカッと開くと、中にですねこのような形で本体が入っています。本体のデザインはいかにもねこのカスタムイヤホンっぽい、このべっ甲っぽいね仕上がりのデザインになってまして、まあ、これに関してはねこうマニアの方はね、結構好きなんじゃないかなと思うんですけども、普通にねこうファッションとしてつけるとしてね考えると、まあ、ちょっとねこう好き嫌い好みはね、分かれるところなんじゃないかなとね思いますね。はい、で、ちょっと外してみます。こちらがフォーカスプロの本体ですね。ここの前の部分はタッチパネルになっていて、これね触って操作が可能ですね。で反対側はこのような形のカナル型のイヤホンになっていまして、でここのね形状がね非常によくできてるんですよ。ちょっと後でもね装着したところを見せるんですけれども、このね中のボディの構造がね本当にねこう3次元の立体的なね構造になっていて、耳の奥までグッと入ります。本当に奥の方までギュッと入るのでかなりね遮音性が高いんです。
ですよね。なのでそういった意味でもこのね筐体本当によくできてるなと思いながらですね、この3日間ぐらい使っていました。本体は 7.5 時間の連続再生が可能 でケース含むだとね、だいたい3回ぐらいプラスで充電できるみたいです。実際に装着したところ、お見せしますね。あもうこのもう装着感半端ないですね。めちゃめちゃ奥の方までこうねグッと入るので遮音性めちゃめちゃ高いんですよ。今ねこれつけると本当にもうノイズキャンセリングいらないぐらいですね、周りの音がギュッとね遮断されます。そういった意味でも耳栓的な効果が非常に強いですね。でなのでこう他の、ね、ノイズも入らないし、まあ、音もねこうダイレクトに耳の中に届くっていう形で、耳の形はそれぞれ個人差あると思うんですけど、僕の、ね、耳にはねこれもうベストフィットですね。もうジャストフィット超えてベストフィット、本当にあのこれ以上ねギュッとはまるイヤホン今まで出会ったことないです。それぐらい装着感はねいいイヤホンですね。で横から見るとこのような形で、前から見るとこのような状態ですね。まあ、ちょっとねボディ自体は大きめなので前からね見るとこうやってね横にはみ出て見えるんじゃないかなと思います。それでは本題ですね。まず音質について、まあ、一番皆さんが気になるところだと思うんですけども、ここについてねお話をしていきます。まあこれねやっぱりすごいです。圧倒的ですね。まあ、何がね圧倒的かっていうと、あの情報量がとにかく多いです。音のねもう密度と解像感、これがもう半端なくて、最初聞いた時もう音がねもう洪水のように流れ込んでくるなって、本当に頭の中で処理しきれないぐらいのこう音の量がねこう流れ込んでくるんですよね。正直いろんなイヤホン試してて、ここまでのねこう圧倒された感じっていうのは今まで味わったことはねないですね。それぐらい音の面ではね楽しめるイヤホンだと思います。特にバランスとアマチュアドライバーの繊細さ、音の細かさっていうところだともう図抜けていて、まあ、この、ね、解像度解像感っていうね音がどれぐらいこうはっきりくっきり聞こえるかっていうところで言うと、まあ、完全ワイヤレス市場ね、僕が試した中なんですけど一番ねいいんじゃないかなと思ってます。僕こういった音のね繊細さを表現するのが得意なイヤホンを調べるときは、あの生音がねダイレクトに聞けるような楽曲聞くようにしていて、僕昔トランペットやってたんですけども、まあ、そこの流れで管弦楽系のね音もね結構聞くんですよ。中でもレナード・バーンシュタインさんという方の曲結構好きで、まあ、好きな、ね、フルーゲルの独奏っていうのがあるんですけど、それを聞いてると本当にこの息継ぎの瞬間、ブレスの瞬間のはっていうねこの息を吸う音あるじゃないですか。それがねめちゃめちゃ鮮明に聞こえるんですよね。まずあのこれがね聞こえないイヤホンもたくさんあります。そこまでねこう描ききれてないものもたくさんあるし、まあ、聞こえてもね、まあ、本当にちょっとね息継ぎしてるなっていうのが分かるぐらいのものもね多いんですけど、これは息継ぎの音の生々しい感じですね。本当に人がそこにいてちゃんと息をしてるんだっていうところまでちゃんとね耳で聞いて分かる、繊細さ生々しさ音の解像感があるので、まあ、本当にねこうリアルな音、生音に近い音をね楽しみたいっていう方はねすごくいいイヤホンだと思います。低音のメリハリもしっかりしてるし、まあね、2022年は他の、ね、会社他の、ね、メーカーも含めて、まあ、ここの音を、ね、目指して音作りしていくんだろうなっていうね、まあ、それぐらい、ね、現時点ではこう音の、ね、音質っていうところではかなり、ね、やっぱり素晴らしいイヤホンだと思います。でもう一つこれ触ってて意外だったのが、意外とこれねアプリがしっかりしてるんですよね。これ対応のアプリが用意されていて、でここでねイコライザーの調整ができるんですけど、結構ここがね細かくカスタマイズできるんですよ。この音域が細かく分けられていて、そこをねこう微調整することができるので、元々の音質自体がねかなりいいんですけれども、まあ、そこからさらにですね自分の好みの音作りをするっていうねところもかなり自由度高く設計されてます。で音も全然破綻しないし、イコライザーはねすごく使いやすかったですね。であとはこうボタンの、ね、カスタマイズとかもできて、結構ねこのアプリの操作はかなり快適だったので、音質に、ね、こう特化してるっていう風に言ってる割にはねこの辺もねよくできててさすがだなと思いました。アーティスです。今ですね、こちら MacBook Pro にこの Focus Pro ですねつないで音声を収録しております。どのような形で聞こえますでしょうか。こちらね Focus Pro、つないでの、通話の音声なので、このような形でね、Zoom のミーティングだったりとか通話がね、できますっていうものですね。はい、こちら参考までに音質確かめてみてください。アーティスです。こちら、Focus Pro でお話をしている音声になります。続いて最後、気になるところですね。毎回お話をしているんですけれども、これねちょっとあるんですよね、触ってみたところ。で、まず一つ目がね、まあ、結構これは僕の中では大きい話なんですけど、ペアリングの切り替えですね。
これペアリングね、切り替えるときにどうするかっていうと、これね、イヤホンの本体をこのねケースの中に入れて、でケースの中で一回このボタンを長押しして、ペアリングの設定を消してからまた別のデバイスにペアリングをし直すっていうですね、基本的に1台のデバイスと接続するっていうことを前提に作られてるイヤホンなんですね。なので、僕みたいにこう例えば iPhone を使ってで MacBook を使ってみたいな、でそれでそれぞれで音楽をねこう切り分けてこうつなぎ直したいっていう人には結構使いづらいと思います。毎回このケースの中に入れてペアリング切り替えなきゃいけないので、そういったところではね、まあさすがに音質特化モデルっていうふうには言ってるんですけども、もうちょっとね使いやすくしてほしかったなっていうのは正直なところあります。はい。で、あともう一つはですね、まあ、しっかりこう家でね使ってて気づいたことなんですけど、結構ホワイトノイズが出ますね。まあ、このバランスアマチュアドライバー使ってるイヤホンね、割とある話なんですけれども、この普通にねこう静かにしてる時にこの電源オンにした状態でフォーカスプロを入れてると、ちょっとねこうジリジリジリっとだったりとか、ちょっとねピピピって音がね聞こえるんですね。なので、まあ、音楽流してる時にはそんなに気に感じないんですけど、まあそれこそねさっきのクラシックみたいな話じゃないんですけど、こう静かな静寂な音も含めて楽しむみたいな楽曲の時にはですね、結構このホワイトノイズ気になる方多いんじゃないかなと思います。はい。まあ、外出中とかねその辺はね全然気にならないと思うんですけども、静かなとこだとちょっとホワイトノイズがね目立つかなっていうところですね。なので大きくはねその2点かなと、まあ、ペアリングの切り替えがしづらいっていうところと、ホワイトノイズがね気になるね時がありますっていうところですね。はい。というわけでここまでこのフォーカスプロね、音質の話だったりとか、まあ、使い勝手の話、お話をしたんですけれども、まあ、気になるのはね、それを踏まえてじゃあどうなのかと、2021年今まで、ね、出たイヤホンの中で、まあ、これはどれぐらい日するのかっていうところをね、多分皆さん聞きたいと思うんですよ。僕の中ですよ。あくまで僕の中で選ぶとしたらっていうところで、まあそのベスト5入るかって話なんですけど、まあ正直な話言っちゃうと、ベスト5には、ね、入らないですね。僕の中ではランキングは、ね、変わらずのままでいきたいと思います。はい。まあ、というのも、まあ、さっき言った通りですね、まあ、気になるポイントでペアリングがどうしても、ね、しづらいっていうところがかなりマイナスポイントですね。で、まあ、ホワイトノイズも確かに気になるというのはありますし、もう一つはですね、まあ、やっぱり、まあ、これ確かに音質とかっていうふうには言っていて、本当にこう音は素晴らしいんですよ。なんですけど2021年のイヤホンはですね、他にも音がいいイヤホン結構ねありまして、それこそバウアース&ウィルキンスの、PI7 とか、あれもハイブリッドドライバー搭載していて、でかつねノイズキャンセリングついてますし、あとビクターのですね、こう、まあ、木の振動板使った、ものもあるんですけど、あれもねかなり音いいんですよ。まあ、ちょっと系統は違ってウォーム系の音なんですけど、あれも非常にこう豊かでね、かつ繊細な音作りもできて、それでいてあれもねノイズキャンセリングがついてたりするんですね。その中でこのフォーカスプロは音質だけに特化しているので、まあ、それだったらまあ正直こう有線のイヤホンを使うとか、あとはこう有線のイヤホンをこうワイヤレスのねダップにつないでそれで音楽を聴くとか、まあ、ちょっとね他の選択肢も出てきちゃうんですよね。で、まあ、そうなった時に僕はやっぱりね個人的にはこう、まあ、ワイヤレスイヤホンってまあオーディオ、ね、機器でもあり、まあ、ガジェットでもあると思ってるんですよ。なので音質の面とまあ機能面、これ両方両立してこう選んでねいきたいなと、僕の中のこう個人的な、ね、ランキングの中では入れていきたいなと思ってるので、そう思うとこうビクターのイヤホンとかこう、ね、PI7 がある中で、まあね、音だけでこう勝負をするってなるとちょっとねランキングには入れづらいなと、まあ、なかなかこう人をね選びやすいイヤホンだなと思って、このランキングの中にはね入れませんでしたっていうね結論ですね。はい。なので、まあ、変わらずね2021年時点で、去年の時点で僕がねおすすめしたイヤホンはね、前の動画で紹介した、5つになります。まあ、最終的なね僕の中の評価はねこのような形ですね。まあ、確実に、まあ、でもね、音の音質、特にこう解像度っていうところでは、現時点完全ワイヤレスイヤホンの中ではもうナンバーワンだと思いますので、まあ、本当にねこう完全ワイヤレスの極地、音の極地とかこう、ね、今ここまで行ってるんだっていうねところを体感したいっていう方は、ぜひですね、まあ、試してみる価値はあるんじゃないかなと思います。もちろんね値段には見合ってるね製品だと思います。まあね、5万5000円っていうですね非常にこうね、値段は張るんですけど、確かにこれぐらいお金払わないと、まあ、これぐらいのね音はね出せないんだろうなっていうところを実感させてくれるイヤホンなので、まあ、非常にね、まあ、音にこだわって音をね追求したいっていう人にはねおすすめしたいねイヤホンです。
ですね。はい、まあ、こんな感じでね、今日も完全ワイヤレスイヤホンの話しちゃったんですけども、まあ、このね、チャンネルモノグラフではこういったねガジェットのお話とか、あとは、インテリアのお話ですね、よくしているので、もしこの動画が参考になりましたら、ぜひいいねもしくはチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバーイ。